どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コウテツユスティオーです。今回も、無限というゲームでいろんな人気キャラたちを戦わせていきましょう。そして今回は、アンダーテイル対ファイブナイツアットフレディーズ。はい、それでは、早速やりましょう。ウォッチ。で、今回追加してみたキャラたちは、フナフのフレディ・ファズベア、フナフのトイチカ、フナフのウィザード・フォクシー、アンダーテイルのアンダイン、アンダーテイルのトリエル、そしてアンダーテイルのフラウィ。さて、どっちのチーム、どのキャラクターが一番強いと思いますか？ぜひ当ててみてください。よし、第一マッチは、フレディ対アンダインにしようかな。いやー、両方強いでしょ。で、ステージは、フナフのオフィスでいいかな。フレディ・フェズベア vs アンダイン。さて、どれが勝つんだ？どっちの方が強いんだろう。いや、アンダインはめっちゃ、お、強いな、やっぱり。早いし、お、やばいぞ、お、でも、反撃し始めたんだね、フレディが。お、いいぞ、いや、待って、アンダインピンチかもしれないよ。あー、やばいぞ、アンダイン。なんか近づかないと、お、もしかして、お、これで終わったか。へえ。そっか。いやー、フレディ、やっぱり遠距離攻撃持ってますね。使えますね。で、今回どう怒ってるの？怒ってますね、アンダインは。そっか。今回、その余裕与えないんですね。その技使う時間与えないんですね。その機会与えないんですね。おー、今回、フレディがピンチですね。あ、でも違う子も？そっか。いや、おー、ナイスブロック。あ、でもブロックしてもダメージ食らっちゃいますね、フレディ。反撃しないの？反撃しないと負けちゃいますよ、フレディ。あ、待って、あ、瞬間移動。そっか、そんな技もあったんだね。おー、やばいぞ。ナイス反撃。待ってよ、すごい展開だった。おめでとう、フレディ。いやー、頑張ったな。じゃあ、次は、フォクシー対、トリエルにしましょう。ステージは、トリエルのゲートでいいかな？うん。フォクシー vs トリエル。さあ、どうなるでしょう。いやー、フォクシーめっちゃ早いでしょ？気になる。でも、トリエルは、あれでしょ？なんか、ストリートファイター並みに強いでしょ？おお、フォクシー、やっぱり、早いな。早い方が勝つのかな、これ。あ、でもトリエル結構そのスラップですね、面白い。それでも防ぎきれないんですね。あ、もう一度それやってみないと。お、ボコボコタイムですね。連打パンチっていうか、なんだろう。おお、トリエルさん反撃しないと負けちゃいますよ。なんだなんだなんだ、なんかチロリっていうあれでしょ、あのナルトの、あ、ナルトっていうか、サスケの。お、反撃し始めた。ナイス、いいね。お、そっか、これから反撃ですね。頑張れ。あ、うんうん。まあ、後半結構頑張ってましたが、でも次どうなるでしょう。さっきはあれかな、ただのウォーミングアップだったかな。あ、そうだったかも。待って。今回、結構いけてますね。いいぞ、トリエル。あ、よくないぞ、トリエルさん。やっぱり、フォクシー早いな。早いし。お、なんだった今の。いやー、早い。なんか、アニメの主人公みたいに早いな、フォクシー。おー、ナイス。今回、トリエル、買っちゃいますぞ。ああ、そうかもね、勝てるかもしれない。ナイス。お、そうでもないかな。そうだった。いやー、面白いな。思ったより相性がいいですね。よーし、ラウンド3、最後のラウンドですね。今回どうなるでしょう。ウォーミングアップもう終わったから、トリエルさんもう強すぎかな。ほーら、面白いですね、そのスラップみたいな。でもフォクシーも、お、やばい、連打ファイアボール。それはずるいですね。でも、まだ負けてないですね。頑張ってます、フォクシーは。頑張れ、フォクシー。い
君なら早いぞ。ああ、いけますね。これほど相性がいいとはね。ナイス。さていつまでも立ってないで何かしてくれや、フォクシー。お、なんだ。おお、連打といえばナイス。おお、なんかグロいや、何かが。おお、負けちゃいそうだな、フォクシー。頑張れ、あと少しで、あと少し。あー、そっか、結局負けちゃったのか。ふんふん、おい、調子に乗るな。一回負けたぞ。よし、第3マッチはトイチカ対フラウィですね。いやー、このマッチ気になりますね。どうなるでしょう。ステージは、あ、待って、 The World Revolving トイチカ vs フラウィ。ん、待って、トイチカ、なんか違うぞ、色が違うぞ。どうしたの。ん、地獄へようこそって、なんか似た者同士だな、この二人。二人というか、なんだ、フラワーとロボットですね。あ、待って、やばいぞ、チカ負けるかもしれない。チカの攻撃は当たらないかな、届かないかな。待って、そうかも、ずるい。これほど相性が悪いとはね、ずるい。お、待って、そうでもないかな。しかも、おー、なすごい、スマッシュ、デラウェアスマッシュかな。いやー、なんかあんまり当たらないけど、チカのそれぞれの攻撃にはパワー、インパクトがありますね。おー、なんだ、お、ずるい、後ろからか。あー、どうなるでしょう、チカは負けるのか。負けちゃうのか。あー、でもその動きはもう覚えたかな、チカ。大丈夫か。おう、今回怒ってるのかな。さっきはあれでしょ、ウォーミングアップだけ。おー、ナイス。今回怒ってますね、どう見ても。ん、なんて、わっ。すごい、レッツイートだね。ほう、第3ラウンド、どうなるでしょう、気になる。いや、相性が悪いと思ったら、そうでもないかな。お、待って、後ろから。いや、それ防ぎきれないですね。いや、プレイヤーだったら多分防げますが、コンピュータだったら、AI だったら、あ、できないかな。え、もう負けちゃう。あ、ほぼ同じですね、HP が。ん、誰が勝つんだ。まだ使うでしょ、その技。待ってよ、反撃しろや。あ、これで終わりです。あもう、強いな。強いし、防げないんですね。ほう、フラウィが勝ったのか。ほう、さて、決戦は、最後のマッチは、フレディ対トリエルですね。いやー、フラウィも一応勝ったんだけど、トリエルの方が強いのでは？そうですね。ステージは何がいいかな？おう、白霊の神社にしようかな。フレディ・フェズベア vs トリエル。さて、どっちが勝つ？どっちが最強？フナフかアンダーテイル？どっちが強いんだ？気になりますね。さて、もう、冒頭からすごい攻撃ですね、トリエルさん。おい、待って、フレディ。フレディ反撃しないと負けちゃうぞ。おっとっとっと、お前はもう死んでるって。負けてますね、フレディ。わざ使わないの、いろいろあるでしょ。おー、出た、ピザ。しかも瞬間移動も使っちゃいましたね。おー、ナイス、ナイス展開。A new challenger。 あ、スプリングブラッシュ。まだそっか、反撃して勝ったんだ。いいぞ、フレディ。でも今回はどうなるでしょう。最強シリーズはどっちだ。お、パペット。おお、またピザだ。やばいぞ、トリエルさん負けちゃうのか。いやー、このままじゃ負けちゃいますね。もうついたのか。いやー、そのマイク防ぎきれないんですね。あ、待って、これはあれでしょ。あー、もう終わったのか。もう何もできないでしょう、トリエルさん、ごめんね、これ。それ即死かな。え、待ってよ、一気に終わっちゃいましたね。ほう、
そっか、FNAFシリーズの方が強いってこと？いや、そうでもないかな。うん、それはあれでしょ、なんかあくまでこのゲーム内の話ですね。はい、今回この辺にしときますね。皆さんどう思いましたか？なんかリマッチしてほしいですか？リマッチ希望ですか？そしてそのリマッチで違うキャラクター使ってみようかな。ぜひ教えてください。あと動画の高評価もお願いいたします。すごい助かりますね。皆さんご視聴ありがとうございました。では次へ。